路上駐車は道路交通法で5分まで。だいぶ前から見かけます。神戸ナンバー FU37-75 ひまわりって書いてますね。で、あそこに黒い車が止まってるんですけど、さすがにちょっとナンバーとかわからないですね。まあ、もう差し押さえられてるはずなんじゃないですか、立ち入り禁止になっていて。で、いやだから昔3回以上のそのね、禁止されてるから。今何のことを言ったかっていうと、刑法の方ですね。動画で昨日アップロードしたもので、説明欄のところがまだ途中なんですけども、宇佐美の声が聞こえてきて、元日本代表の頭の中鳥を聞くわっていう声が聞こえてきて、別の件でごまかそうとしてるんじゃないかな。これですね、これ刑法ね、刑法、多種、不改算第107条、暴行または脅迫を行するため他省が、集合した場合において権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役または禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。まあ、今まで2分経過なんですけども、一応5分経過するまで待っておきましょうか。朝拭き掃除とその雑巾を洗ったりとか、トイレ掃除とか、その頃からもう止まってましたからね。まず間違いないです。ちょっとこのまま置いておきます。
で、今6分、まあ撮影時間で見てもらったら分かると思いますけど、6分経過してるでしょ。まあ、ああいうことです。え、まだなんか車来ましたね。神戸40026-213。確かに昔も同じようなことをしていたと思いますよ。他の人込みで。一旦動画停止しますね。撮影しただけでうんぬんとか言う人とか、あれも嘘ですよ。で、裁判所の裁判官が法廷で認めますって、任せますって言ってますから。で、民事不介入っていう、よくわかんない話あるでしょう。あれもね、嘘だっていうことをしっかりと教えておきますね。これ例えばね、これ刑法の中なんですけども、刑事って書いているでしょ。で、これ差し押さえ等と、これ、後の方にね、これ、民執行って書いて、これ、他の民法の方の法律なんですよ。わかりますかね。で、これね、どうしても、最初、途中まで読んだときに、絶対諦めちゃダメですよ。なんか、悪いことしてる人間を、簡単に、許せることができるのかっていう、申告罪というわけわかんないものがあるんですけども、それ最後の244条の丸3を使ったら、まあ、集団で来てる人間ね、各自の責任っていう形になりますから、親出してきたら、それ集団、複数なのかどうかっていうところ。それはね、今日、すでにホームページ、いや、YouTube に昨日の晩アップロードしたんですよ。で、今日、僕のホームページ、淡井圭介の履歴の1番からアクセスできるようにしておきますけども、そこにいっぱいいろんな法律名と、まあ、ちょっとした内容を書いています。まあ、その辺見てもらったらね、わかると思います。これ、親族により犯罪に関する特例ね。第105条。これ、刑法の中にあるんですよ。全2条の罪については、犯人または、逃走した者の親族はこれらの者の利益のために、犯したときは、その刑を免除することができるって。変でしょ？これ、もともとがね、その、全2条っていうのは、犯人をこう隠したりだとか、証拠隠滅とか。こんなものは通用しないんです。244条で、当たり前のことです。親族間の犯罪に関する特例っていうことでね、最初の方こういうこと書いているんですけども、特に3見てもらったらわかります。全2項の規定は親族ではない共犯については適用しないっていう。だからこの辺のところとかでね、物事のところ、しっかりと理解してもらって、これ、親族間、これ、書いてる意味は、例えば、親と子同士でね、こう、何か犯罪をしたときに、こう、許したときに適用されるっていう内容のものであってね、他の、だから、外から絡んでくる連中とかが、僕に対して、だから、まあ、喧嘩を外から売るようなことを言ってくる。まあ、不愉快になるようなことを言ってくる。それも多数で変わるがある。で、それを町全体で行ってしまったから、結局、最終的にね、もうその後の法律全部くっついていくんですよ。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律とか。もうこの辺のところがもう、その後大体のところ、続いてきます。あとは、他の法律とかもいっぱいついてくるから、もう文章書いていてね、一応 YouTube の中には5000文字打ち込めるんですけども、多分全部は打ち込むことできないです。もう1000文字超えてますから、昨日の晩だけでね。10時、要するに22時過ぎに、
8名か9名ぐらいの、まあ、20歳前後と思われる男が、外から絡んできて、まず集団で動いたら負けるんですよ、結局。で、複数で、動くんじゃなくて、基本的に一人で行動する。で、複数でいるときは、人に、迷惑をかけるようなことがないように心がける。こういうことなんですよ。で、だから、まあまあ、勘違い関係とかではなかなか済まされなかったりする部分もあるんですけども、だから、音楽業界で言ったら、ライブ関係とか、例えば、ライブハウスとかの近くに家がある人とかはね、ライブハウスの上が、集合住宅の場所が、例えば神戸市兵庫区の、神戸電鉄港川の駅の近くにあるんですよ。もうそこはもう、そのライブハウスは昔からもう立ち入り禁止になってるんですけども、その前でタモロとかされるでしょ。そしたら昔一時期流行っていたビジュアル系っていう、その、自分の姿を、はっきりさせないっていう方法。メイクとか、髪の毛染めたりとか。